春アニメ2作品目の放送延期が発表されました。まだ放映まで2ヶ月あるのに。政宗くんのリベンジ R、 本日2月16日に公式から放送延期の発表がありました。さすがに公式発表もお決まりになってきたので簡単に説明すると、コロナの影響で作れなくなっちゃったから4月放送から7月放送に延期します。放送を楽しみにしてた方がいるのは重々承知していますが、無理なものな無理です。それでも作ってるから変わらず応援してね。さすがにこの発表には飽きてきましたね。この発表を受けて巷ではシルバーリンク全滅わらとの声が聞こえています。こちらをご覧ください。冬アニメ3作品は全滅しました。春アニメ予定だったこの作品も延期になり全滅。そして放映時期未定アニメが5作品も控えています。ということは予定されている5作品に4作品分の重さがのしかかるということになります。あれ、これシルバーリンク終わったのではと思ってる方にさらに追い打ちですが、シルバーリンクは今回問題になっている工程を担当する海外同士を専門にした株式会社ピープという会社を2016年に吸収合併しています。これにより海外の力を存分に使えるようにしていた会社なだけに、本来であればコロナの影響もギリギリまで抑えられるだけの体制にもかかわらず、このような結果になってしまっているという絶望感があります。社内に海外部を置いている会社でこのありさまです。どうでしょうか、この絶望感が伝わりましたでしょうか。春アニメ3作品目の延期発表がすぐそこまで迫っているかもしれませんね。それではまた気になったことがあれば動画にしていこうかと思います。バイバイ。